今までの動画の中から綺麗で作りやすいものを選んで再編集しました。藤色と白のお花紙を1枚ずつ交互に重ねます。角のところをホッチキスで留めたら、図のように大きい正方形と小さい正方形に切り分けます。白と藤色を1枚ずつ重ね、三角形に折ります。それをさらに三角形に折り、片方ずつ三角形に折り返します。2枚を別々にして、白い方が内側になるようにして折り直します。開いている部分に水のりをつけていきます。ちょんちょんとのりをのせる感じです。のりをつけた部分をつまんでくっつけたら、乾く前に2ミリほど折り返します。折り返す向きはどちらでも構いませんが、揃っていた方が作業しやすいので、私は直角になっている方が右側に来るようにして折っています。横の隙間の部分からハサミを差し込んで花びらを開いていきます。端を押さえてハサミを開きながらゆっくりと抜くと、花びらがきれいに開きます。花びらの横のところに糊をつけて2つ1組にしておきましょう。花びらを大、小、穂先用に分けて並べておきます。細く切った画用紙に糊をつけ、穂先から順に花びらを貼っていきます。画用紙の長さが足りなくなったら継ぎ足して貼っていきましょう。ここでは緑を使っていますが、藤の花と同じような色を使ってもいいです。少し長めのものや短めのものを作っておきましょう。葉っぱは緑のお花紙を半分に裂いて使います。細長く半分に折ったら、角を三角に折っていきます。1枚ずつ分けたら、元の折り目のように折って真ん中を持ち、キュッキュッと2回ねじります。ねじったところに糊をつけ、少しずらして貼り合わせておきましょう。画用紙を台紙にして花と葉っぱを貼っていきます。まず角のところは少し切り落としましょう。花房は3本用意します。画用紙を 4、5 センチ残して切ります。花房の中で一番長いものを真ん中に、残りを両端に貼ります。その上から台紙や茎が見えないように葉っぱを貼っていけば、藤の花房の完成です。画鋲を使って留めるときには、葉っぱの間に押して隠すようにしましょう。ずらっと並べると藤棚が出来上がります。